All right, everybody. So, Matt sent me some new stuff from Sakura Gakuen that I'm really excited to get into. And, you know, I'm not going to try to, you know, sell you guys short or whatnot. Like, I know that I still have, like, two more episodes of Sakura Gakuen to get into. And I will be getting to those last two Sakura Gakuen videos, episodes and stuff. Don't worry about that. I got you guys. But, yeah, Matt sent me a ton more stuff that I'm really, really, really excited to get into that I'm going to be checking out. And the first video that I'm going to be checking out is one of three, which is the Nendo Friends, all right? Team Miami. So I'm not going to waste no time. I'm just going to get into this because I really don't know what to get into. What I'm getting into at this point, I just want to see like what's going on because, you know, I miss like looking at anything that these girls have to offer. So I'm gonna get into this, and I guess we have fun with it. I'll let y'all know anything after. All right, let's go, Gakuen. このコーナーは私松井愛理がゲストの皆さんをお呼びして楽しくお話しするコーナーです。ゲスト、それでは早速ゲストの皆さんをお呼びしましょう。あ、まだやってるか。へい、いらっしゃいませ。あ、何個か、何個か、何個か、あと枝豆を。あ、よろしく、メイル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 様、よろしく。え、司会ですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Let's get along。 Let's get along。 はい、はい、何するんですか今日は。今日は楽しくお話しするコーナーでございます。はい、そうですね。はい、で、何を話しましょうか。まずはですね、はい、何これ、グダグダ感。そう、グダグダ感。ちゃんとしてる。大丈夫。知ってる。知ってる。超知ってる。あ、知ってる。知ってる、知ってる。そう。うん。大丈夫ね。まとめてる。やっぱダメだね。やっぱダメだね。どうしようね。大丈夫かな。なんか予想してた通りになっちゃったけど。大丈夫、大丈夫。じゃあ、なんとかしてくれ。質問なく。質問。Still don't know. Swimming! 質問。何がいい？いやいや、逆に質問が、質問何がいいって聞かすっていう。なんかアイリーの部屋って楽しくおしゃべりする部屋って言ってたよね。おしゃべりが続いてないぞ、マジで。よし、みんなで質問する。みんなでアイリー、私が質問するコーナーだから。でも、ないでしょ、質問ないんだったらひなたちが質問しよう。おしゃべりしないと。しないとね。あるあるある。何？よし、質問。I don't know. The subs went away. I don't know what they saying. スーちゃんとアイリちゃんをカラオケに誘ったのね。で、スーちゃんとは一緒に行けたんだけど、アイリンとはニコラで一緒に行けなかったんだけど、もしアモアとスーちゃんは一緒にすごいいっぱい歌ったんだけど、もしアイリちゃんがカラオケで歌うとしたらどんな歌を歌うのかなって思って。アイリちゃんあれだよね。レッスンでやった歌とか。よくやってるよね。あ、歌ってるかも。確かに。でもなんか途中でもういいって言って、結局あの2人でよく2人でカラオケするんだけど、途中でもう、あ、もううちいいやって言って、結局最後まで1人カラオケになって、だけどずっとそばにいてくれる。そういいね。1人でずっと歌ってるっていう。ひなたね、なんか中1とあゆみちゃんとあやかちゃんとこの間カラオケ行ったの。なんかあゆみちゃんとか結構歌ってたの。杉崎がね、ソフトクリームしか食べないわけよ。歌おうって言ったら、いいねでソフトクリームでいいって言うわけよ。歌ってって言ったら、って言って一番しか歌ってくれなかったっていうね。悲しいでしょ。悲しいね。でも歌ってくれたの。杉崎さんもカラオケなんかイメージないかも。あ、歌わないかも。ずっと聞いてた。あ、スーと一緒に歌ってた。あ、そういえばさ、スーさんとネネとアイリーン、プリ撮ったじゃん、3人で。うん。聞いてる？あ、聞いてる。ちょっと
ちょっと絶対許しどうしてこんなふうに言ったの。はい、仕切り直してですね、それではダメだね、もう、はい、今後の抱負をいきなり飛んだ一回まとめたからね。これでまとまってる。何回まとめてんの。はい、じゃあ抱負を言おうってことか。はい。じゃあとりあえず背が高くなってで卒業した子とかにくっついて、あ、ここんな感じ。Yeah, I like that. like this. なんで無表情なの。まあくっつきたくなるの。だから。ちょっと甘えん坊のところをちょっと、まあこのままでもいいと思うんだけど、ちょっとぐらいはやって、 Yeah. ごめん。I like what she's saying. あと中学になるからもうらしくねやろうかな。まとまってないね。まとまってない。まだ言葉のまとめ方できないわ。いきなり振るからだよ。いや気のせい気のせい。はい、ちょっと次軽く流した真面目なこと言うと、やっぱ中2になるから、しかもアイリンたちも卒業していなくなっちゃうから、スーちゃんを支えられるようにもっと頑張りたいと思います。もっとね、グダグダなね、こんな感じにならないようにね、できたらいいなって思います。はい、ありがとうございました。早い。なんでそんなできちゃうの。流すな。流してない。どうぞ。先に進めたかったでしょ、絶対。行きます、行きます。スーは中3になるから、やっぱり桜の中でも上になってくるから、だからやっぱまずちっちゃい子の面倒を見るっていうことができるようになることと、あと自分に対する甘えをなくすことが、なくしちゃダメだよ、目標です。それでは皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。マジだ。なんだよ。もうやだ。今日トークの司会をやらせていただいて、トークの方も大事だと思ったので、これからはトークも頑張ろうと思いました。スターホース。桜学院心理テスト。あやみの部屋チーム。イエーイ。今からあやみの部屋チームで心理テストをやりたいと思います。みんなの心の中をせーの覗いちゃおう。問題。ゲームセンターでクレーンゲームに挑戦中、ところが狙っていたものとは違うものが取れてしまいました。それは何？ A. 可愛いキャラクターのぬいぐるみ。 B. 渋いマニアックなキャラクターのフィギュア。 C. バラの香りのポプリ。D. お笑いタレントさんのキャラクターぬいぐるみ。じゃあマリナ。じゃあ A の可愛いぬいぐるみで。じゃあ、あやみ。C のバラの、なんて書いてある、バラのポプリ、香りの、香りのポプリ。じゃあリノ。リノは A の可愛いぬいぐるみです。 D の渋いマニアックなキャラクターのフィギュアです。めっちゃね、すごいものがあったのかもしれなくて、目覚めちゃうかもしれない、演歌に。これを機に、よし、行こう、今度やろう。あやみがモデル。あやみでもなれるんですか。身長がね、もうちょっと伸びれば、じゃあ伸びればそういうちょっとね、才能もあるってことかな。問題。
あなたが教室で勉強をしていると突然突風が吹いてきました。メンバーの誰かが窓を開けたみたいですが、それは誰？じゃあマリナ。そう、じゃあアイリンくんがガラッと。じゃあエミ。ひなたちゃん。じゃあリノ。リノはハナ。ラウはリノンです。これなんか窓を開けるって問題じゃん。だから日向ちゃんって結構いたずら系するじゃん。で、あやみが寒がりなの分かってるのに、なんかそういう風を当てようと思ってなんか開けたみたいな。確かに。でもランもそれあるかもしれない。リノンなんかちょっといたずら系で、いたずら系だからこう窓開けてみんなにこうなんかなんていうの、風当ててこう物とか飛んでくの見て笑ってるみたいな。サラサラしてるから、なんかカラーって絶対の憧れみたいなのは、アイリーンかもね、そのスタイルと。じゃあこれ当たってるかもね。問題。あなたは川を渡ろうとしています。ふと見るとメンバーの誰かが隣にいます。それは誰？じゃあマリナ。じゃあゆいくん。じゃああやみ。あやかちゃん。じゃあリノ。リノはマリナちゃん。ラウは松石です。これやばい、めっちゃ当たってる。当たってる、すごく当たってるかも。あ、今彩香ちゃんに言ったんだけど、やっぱりなんか相談とかあったらすぐ彩香ちゃんに言うし、でもやっぱそれがずっと長年の付き合いだから、なんかすごいいい方向に持ってってくれるっていうか、すごい心強いこと言ってくれるの。当たってるかもこれは。ラウも当たってくれた。ラウ、あの中3の3人とかによく相談したりするし、で松井氏にもよく相談したりするから、それでいいアドバイスとかくれたりするから、だからピンポンかも。当たってるね。ボーザイ心理テスト、あやみの部屋チーム、おしまい。バイバーイ。This them getting ready to do their, you know, their episode. Just let me know down in the comments. I don't know. Maybe. Yeah. Oh, this is か。なんでもない。え、何？寝ぼけてんの、ゆいちゃん。え、ゆい、眠ったまま寝ぼけちゃったの？I don't know what's going on. There's no subtitles down there. じゃなくて、あやかちゃん、ちゃんと答えてよ。いや、どうしたのと。お前の… I like this guy. This guy is so funny. Messing with her hair. Adelibe. Adelibe. Adelibe.
なんかあのアドリブを苦、アドリブが苦手だから、なんか、ちゃんと、おお。はい、頑張ります。みんなのいい顔をいっぱい撮る。はい、頑張ります。一生懸命消す。だから、でも勉強もすごく難しくなるじゃないですか、中学生って。テストとかなんかすごい、小学生とは違った、なんかすごいドキドキするテストみたいな、緊張するテスト。学院もちゃんとやりこなせて学校の勉強も部活も頑張りたいです。起きてるよ、目が開いてる。ねえねえねえ、だ、食べ物しか考えてないから、ね、嘘です、すいません。なんだろう、何も変わってないかな。むしろなんか、去年よりなんかみんなに甘えるようになっちゃって、去年より寂しんぼになったし、甘えん坊になったし、かまってちゃんになっちゃったから、もうほんとやばいなと思って、もうそろそろこれを卒業しないとさすがにまずいんじゃないかと思ってるんだけど、でもやっぱりなんかまだまだ卒業できない気がします。楽しかったですってことにしてください。はい、楽しかったですよ、でも。痩せました。あとは、なんかすごく、ちゃんとメンバーのことを見れるようになったっていうか、ライブの時とか、なんかちゃんと周りの状況を把握できるようになって、もっともっとスムーズにライブとか盛り上げられるようになりました。フィンズ、コア学校のフレンズ。Okay, that was really fun, man. Although, like, I'm like, the whole thing wasn't done in English sub, so a lot of the video I don't know what they were saying, but like, I'm just gonna let you know off the bat that this was a very fun whatever it is to watch. So I really appreciate it. It's really good, man. So shout out to Matt. Thank you, Matt, for handing this to me or whatever. And I'm gonna be getting into the other ones real soon or whatnot. So thank you very much. This is really fun, man. Really fun. It's good to, like, even though I still have like two more episodes of Sakura Gakuen left. Like, these are really fun. And it's really fun to even watch them, you know, together like that, you know, as real friends, to be around each other like that and do fun things and, you know, be themselves around each other like that. So I really appreciate it. So this concludes my reaction to this Nendo Friends. I really loved it. Thank you very much, Matt, once again, man. And with that being said, I'm LB the Kid. Peace, love, and I'm out.